DS PDS。 Hey guys、 メンサーテキョットね、別荘に来てるんですけど、今日はね、掃除してきてます。で、何で掃除するかというと、こちら、3年前ぐらいにね、これケツにぶっこんでね、こうどうなるかっていうね、あのトイレとかにウォシュレットあるじゃないですか、あれの最強バージョンでやったんですけど、まあ、そういう動画を撮って、まあ、これ家にあったんですけど、今日はこれで、おー、やべえっす。もうこれ水鉄砲にした方がいいっすよね。それかスプラトゥーンの、ね、武器、新たな。多分皆さんこう思うんすよ。あれ？フローリングとかはどうするんだって。ちょっとツイッターとかでね、投票してもらったんですけど、こちら。あの、大工さんにね、ちょっと下をね、見てもらうことにしました。やっぱ基礎がしっかりしてないと、上にね、フローリング敷いてもなんか、数年後またぶっ壊れるのかなって思うんで、やっぱ長年使うためにもちょっとね、大工さんに見てもらうこと。めっちゃね、コメントあったんでね、なんか、これやばいって。もうこれはもうね、プロに見てもらった方がいいって言われて、本当はね、自分でもやりたい気持ちあったんですけど、まあ、高卒なんで、ちょっと、プロにアーキスを見てもらって、応急処置してもらおうかなっていうことにしました。で、家が汚いんでね、今日はね、どこをきれいにするかというと、うわ、見えないな、これ。照明マジで買った方がいいな。ほら、こんな感じで、汚くて、お風呂もだいぶ汚い。まあ、ここも汚くて、ここのコンクリートもね、汚いんで、ここでフシュってやったら、どんぐらいきれいになるかね、ちょっと今日やっていきたいと思います。ここがやばいんだ。これもね、きれいにしたいね。まず取り外した方がいいよな。やっぱ怖いのから目を背けてはいけない気がするんですよね。人生と一緒ですよ。くっさ、きったね。お、取れた。これどうやって取んだ。あ、逆回転だった。やべえぞこれ。あの、プロペラ外せなかったんで、周りのやつをちょっときれいにしていきます。ちょっとあれだな、俺が持ちながらやった方がいいか。あんま遠く行かないね。うわ、虹ができた。虹、ほらすごいすごいすごい、めっちゃ綺麗。ちょっとパッと見ね、綺麗になってるかわかんないな。はい、続いてはお風呂やっていきます。こちらもだいぶ汚いですね。カビとか落ちるから半分やってみます。はい、って感じで動画上だとちょっと分かりづらいんですけど、綺麗にはなってますね。なんか隅々まで黒いのが消えてます。やっぱ門はね、しっかりしたいんで、ちょっとここ、きれいにしてきてます。おお、全然違う。やばいやばい。はい、って感じで、ね、出入り口をね、綺麗にしました。で、どんぐらい綺麗になったかというと、こんな感じです。すごくないですか。こんな変わるんですよ。で、ここ、ほら、PTS って書けるぐらい。で、コツがあるんですけど、めっちゃ近くじゃないとね、綺麗に落ちないんですよね。ほらほら。はい、って感じでね、クソ暑いです。まあ、高圧洗浄機でね、少しは綺麗になったと思うんですけどね。まあ、洗剤でやんなきゃいけないところとかね、換気扇がね、なんでかね、取れないんですよ、あれね。どうやっても取れない。ちょっとね、最新型とはね、ちょっと違うんで、まあ、あれはちょっとどうにかしようかと思うんですが、フローリングね、まあ、進めたいんですけど、ほんとね、プロに任せちゃうんで、1、2ヶ月ね、何もできないと思うんですよね、下らへん。まあ、壁はね、まあ、できるっちゃできるんですけど、壁の白塗りとか、フローリングできない間、他にやろうと思ってることがあるんで、それもね、ちょっとできたらいいなと思ってます。まあ、あんま期待しないで待っててください。って感じで、田舎なんでね、虫が多いんで、これ、虫コロリンをやってきてるんです。これ、どんぐらい効き目あるのかね。これ、切りタイプなんでね。
これもキリタンポか、やべえな。9畳から12畳用。全然足りねえじゃん。部屋を締め切り、1、2時間外に出る。ゴー。空に羽ばたく鳥、なぜ泳ぐいるか。僕はここにいるのは、童貞を守るため。地道にねちょっと道を作ってます。切っても切ってもね雑草生えてくんで絶対に生えてこないね、道をね作って、そこからちょっとずつ広げられたらいいかなって思って、まあいろいろと試行錯誤でやっております。頑張ります。 See you. See you. PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いします。